黄色アナコンダは、ボアカアナコンダ属に分類される蛇。特定動物かどうかが議論されることがあるが、例えば他種では、鎖蛇科全種や、山科ガシ属全種などと書かれているがアナコンダは、アナコンダと書いてある以上、アナコンダ属が対象ではなくまた、一般に、アナコンダといった場合、をアナコンダを指すのであくまでも、大アナコンダが、特定動物であり、黄色アナコンダは、特定動物ではない。 ボリビア東部、ブラジル南部、パラグアイ、アルゼンチン北東部。模式産地は、パラグアイ側流域。アシュはない。世界最重量のヘビであるオオアナコンダと比較され、小さいというイメージが強いがそれでも平均で、300から370センチメートル、最大450センチメートルになる大型種である。体色は黄色で、黒く長い反紋が、びっしりと入る。 オスよりもメスの方が大きくなる。沼や、蚊は、湿地帯などの水辺に生息する。水性傾向は、大穴込んだほど強くはないが水にはよくはいる。食性は、動物食で、魚類、両生類、爬虫類、鳥類、小型哺乳類等を食べ、魚の死肉も食べる。他のボア類と比べて、 やや大きめの餌を食べる傾向がある。発食は、寒気の6月から11月にかけて、多くなる。狩りは待ち伏せと追いかけを巧妙に使い分けて行う。英語版、ウィキペディアの黄色アナゴンダの記事による。ありがとうございます。